ニック・ロビンソンはアメリカ合衆国の俳優、子役である。1995年、ワシントン州のシアトルに5人兄弟の長男として生まれた。11歳の時に、チャールズ・ディケンズ原作のクリスマス・キャロルの舞台に出演。その演技がエージェントの目に留まり、ロサンゼルスに渡るチャンスを得るが、ちょうど2007年から2008年。 全米脚本家組合ストライキの時期に当たってしまい、ロス行きを一時断念。一旦は、シアトルに戻るが、2009年に、テレビ用のオーディションを受けて、テレビドラマシリーズ、メルジョーズ好きなのはあなたでしょへの出演を実現した。同作品には2010年から2015年まで、レギュラーキャストとして出演した。2015年には、スティーブン・スピルバーグが監督した、 ジュラシック・パークの続編であるジュラシック・ワールドのメインキャストに抜擢。三撃を乗り越えて、ついにオープンしたテーマパーク、ジュラシック・ワールドに来園する兄弟の兄を演じた。また同年、ロブライナーが監督したビーイング・チャーリーの主役にも抜擢されている。2016年には、クロエ・グレース・モレッツ主演の SF スリラー映画、フィフス・ウェーブでモレッツ演じる。 主人公の同級生を演じた。ありがとうございます。